はい、どうも、ポケモンカードのワキシです。はい、今回はガイアボール系の、もう残りがね、両者とも、4パックずつ。だから、計4回ずつしかないから、はい、まあ開けていきましょう。はい、上からどんどん。はい、今回はガイアボール系の4パック開けます。前回のこのダイタルストームのパック4パック開けたら、サメ肌 EX、サーナイト EX が出たので、まあ引きはね、順調っすね。今回はこの、前回のこの、なんだっけ？ファントムゲートよりも EX 率が高いんだよ。だいぶ出てるんだよね。はい。ファントムゲートには正直ね、恨みみたいなのしかないからね。うん。はい。他のボックスも欲しいですね。前回のなんだっけ？ファントムゲートじゃない。ファントムゲートじゃなくてあのリザードのやつとか。あのね、ルカリオが一番好きだからルカリオのボックス買おうかなと思ってます。はい。いきます。二段切る。ホドール。ホドールとイメルーズ。お、なんか見えてるよ。なんこれ、これなんだ。お、ボスゴドラ2枚目。2枚目っすね。あー、ちょっと僕はウルトラが欲しかったんですけどね。まあ、でも EX マニアだから3を入れます。はい、 EX マニアだからね。 EX をこのよく EX 率がね、ほんと高いんだよ、両方とも。うん、偏ってるわけでもないし、両方ともいいんだよ。うん、今回なんか本当にいいの出そうだよね。もしくはもうこうやって、あの、普通の EX 止まりかもしれないけど。はい。じゃあ2パック目。しゃあ。ほい。おかけ。よし、行きます。若者も、モグリュウ、時盛り、つい！ああ。松伏さんの目つぶしか。クラウドゾルリング。ああ。かっけえ。かっけえね。はい。ソウルリングってなんだ？俺ゲームしてないからわからんけど、なんかグラドンを原始グラドンにするやつかな？知らんけど。全く知らんけどさ。はい。次行きます。全くゲームの方してないっすね、僕ね。ゲーム実況、ま、2回しか出してないね。うん。まあ、そんぐらい俺ゲームする時間がないっていうか、そう。あのね、3DS がね、充電切れたから、充電しようと思って充電器探したらどこにもないんだよ。うん、どっかにね、あるんだけど、あるはずなんだけど、ちょっとなくしたんすよね。全然しないからね。すいません。あの、見つかるのがね、だいぶ遅れたら買って、充電してまたアップしたいと思うので、ぜひ待っててください。はい。全くやってないです、ちなみにゲームは。全然進展がないです。はい、裁縫。ポケモンカードの方がね、俺好きなんですよね。ひとつき。ナックラ、次！よし！あ、カバルドンのキラ。で、チャーレン。はいはい。ラスト、今日のラストですね。もうあと残りがね、4パックだから、これ5パック目。ラスト5パック目かな。はい。いきます。ワクワクしてきた。はい。いきます。バッフンバ。ダッフンだ。はい、次。ジュプトル。次。サイドン、セーノが、はい。あ、エネルギー。エネルギー、二郎くん。あ、今回はちょっとパッとせんかったな。いや、俺はね、多分ね、ここまではね、あまり期待させておかないで、最後のこの4パックで、なんかすごいのがね、できそうなね、なんか気がしますね。気が。はい。なので、ぜひ次回ね、ラストの最終回をね、ぜひご覧ください。はい。ということで、私のポケモンカードのコーナーでした。